はい、正直びっくりしている部分が自分は大きいですけど、素直に一位指名ということで嬉しく思います。まあ1位で指名させていただいたので、その順位に恥じないようなプレーをして、自分らしさ出して頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。素直な印象は、ファンの方々がすごいどの球団よりも熱い球団だなっていうふうに思っていて、でそこに負けない熱さを持ってプレーしたいなと思っています。続いて目標とする選手はいますでしょうか。はい、まあ、2個上だった牧秀悟選手、牧秀悟さんをずっと背中で近くで見ていたので、そうですね、尊敬一番してる選手ですね。はい、森下君は高校時代も甲子園に出てると思うんですけれども、まあ、阪神はもちろん甲子園でプレーすることになると思うんですが、その甲子園の印象というか、そういうものを聞かせていただきたいです。はい、ありがとうございます。まあ、甲子園は1回しか出ていないんですけど、なんて言うんだろう、まあ、自分的にはいい思い出が甲子園ないので、その悪い思い出を、まあ、塗り替えられるように、まあ、甲子園の舞台でガツガツやっていきたいなっていう思いなので、その記憶を塗り替えられるようなプレーをしていきたいなって思ってます。森下選手は高校で通算57本を打たれていて、まあ、中央大学さんに進学したというところなんですけれども、こうプロ志望届を出さずにこう進学した理由であったり、大学で成長したところっていうのは一体どういうところだったんでしょうか。そうですね、進学した理由は、まあ、高校時代プロをずっと目指してたんですけど、やっぱり外野手で高校生ってこともあって、まあ、上位指名はないだろうっていうことで大学進学を決めて、でそこで中央大学さんが取っていただいたっていう形で入学しました。大学で成長したところ、成長した部分でいうと、やっぱり一番はメンタルの部分が自分は大きいと思っていて、やっぱり高校時代よりかはメンタル面だったり、気持ちの変化っていうところが自分の成長だったり、プレーに表れてきてるなっていうふうに自分でも感じ取れるので、まあ、そこの部分が成長したかなって思ってます。メンタルの部分っていうのは具体的に言うとどういうところが。そうですね、打てなかった時の調子の浮き沈みだったり、まあ、なんかミスした時に恥ずかしいとか、まあ、プライドの部分もあってなかなか前向きなことができなかったんですけど、まあ、そこがうまく自分の中でコントロールできるようになって成長できているかなというふうに感じます。ありがとうございます。先ほど牧選手の話がありましたけれども、まあ、刺激を受けた姿だったりとか、もらったことがなんか大事にしているエピソードなどあれば、お伺いさせてください。はい、やっぱり一番印象に残っているのは1年生の時にジャパンに選ばれて、で牧さんのプレーの姿だったり、まあ、チーム内で その行動っていうのを常に見てきたので、まあ、そこに刺激されて自分もこういう選手になりたいっていう憧れを抱いたので、まあ、やっぱり一番の思い出としたらジャパンの、まあ、一緒にプレーできしたことかなっていうふうに思ってます。何かかけられた言葉とかで印象に残っているものありますか。まあ、言葉自体はなんかそうですね、いろんなことを言われてたので、まあ、印象的っていうのはあんまりないんですけど、リーグ戦で打てなかった時に牧さんが夜の素振りにスイングに誘ってくれて、それこで、まあ、一緒にスイングをしたっていうのは自分の思い出になってますね。ありがとうございます。今お話しいただいたリーグ戦で夜間で夜練習付き合ってくれたというのはいつ頃のお話ですか。牧さんが4年生の代なので、まあ、自分が2年で
調子が全然上がらなかった時に連れてってもらいました。春、秋、秋です、多分、はい。ありがとうございます。あと、プロを目指すきっかけと、あと、今までで心に一番残っているホームランってどれかを教えてください。まずはプロを目指すきっかけ。そうですね、プロを目指すきっかけっていうのは、まあ、本当に高校入学時からずっとプロ行くっていうふうに決めて、野球やってきたので、そこの部分では全くブレることなく、大学4年間過ごしたっていう形で。でまあ、ホームランとしては、そうですね、そうですね、プレーオフで日大戦で打ったホームランっていうのは、やっぱり何としても勝たないといけないっていう試合の中だったので、自分の中ではすごい嬉しいホームランでしたね。ありがとうございます。先ほどから牧選手の話が出ていますので、まあ同じ DeNA と同じセ・リーグの球団ということで、牧選手と今度は相手として対戦することがあると思うんですけど、まあ、そのことを想像して、どんなことを思うかというのと、あと、牧選手じゃないんですけど、対戦したいピッチャーをできればセ・リーグのチームで挙げていただければと思います。そうですね、やっぱり同じチームメイトでずっとやってきた牧さんが相手になるってところで、そこの部分では勝負事なんで、なんて言うんだろう。加減するとか、まあ、そういうのは全くなしで、まあ、真剣勝負で、まあ、牧さんと戦っていけたらなっていうふうに思っていて、対戦したいピッチャーでいうと、やっぱり先輩、東海大相模の先輩である菅野、巨人の菅野投手だったり、小笠原慎之介投手だったり、まあ、先輩の投手がたくさんいるので、まあ、その方々と対戦して、まあ、打てたら最高な結果かなっていうふうに思ってます。今回1位に指名された選手の中で、大学ジャパンで一緒に戦ったチームメイトの選手もいっぱいいると思うんですけれども、その中で、その投手4名選ばれている中で対戦したいと思う選手ですとか、あとは大学ジャパンを通して何か自分が成長した部分ですとか、他の選手に影響を受けた部分があったら教えてください。はい、対戦したい投手、まあ、なんか全員、そうですね、特に誰っていうことではなくて、まあ、全員と対戦できれば自分もすごく楽しく対戦ができるなっていうふうに思っているので、まあ、そこは全員対戦したいですね。大学ジャパンを通して成長した部分とか、他の選手から影響を受けた部分があれば。そうですね、やっぱり大学ジャパンでは4年生の時は怪我してしまって、プレーはできなかったですけど、そこで自分がどうしても帯同したいということで、監督にお願いをして行かさせてもらって、でやっぱりプレーできないってところで、まあ、全体を見る機会っていうのが多くて、まあ、なんて言うだろう、やっぱり即席のチームだったので、やっぱりチームワークというか、チームプレーというのは、やっぱりすごい大事だなというふうには、ジャパンのところで感じて、やっぱりサインプレーだったり、そういうところをもっと自分もこなせるように、まあ、エンドランとかバントとかっていうのは、まあ、高校、大学であんまりやってこなかったことなんですけど、まあ、そういうところもプロになったら大事になるのかなというふうに感じているので、まあ、そういう細かいプレーっていうのを怠らずにやっていきたいなって思ってます。阪神の話になるんですけれども、大山選手が右の強打者としては、クリーンアップ打ったりしているのですが、何か右バッターで参考にしたい選手とか、弟子にしたい選手みたいな、いますかね、阪神の中で。そうですね、やっぱり、それこそ大山選手っていうのは、同じ右バッターで、まあ、長距離も打ってて、でなおかつ、なんていうんだろう、勝負強いというか、まあ、そういう印象を自分は受けているので、まあ、ぜひ直接どういうバッティングの意識しているのかっていうのを聞いて、まあ、吸収できることはどんどん吸収したいなって思ってますね。いや、新監督には岡田監督が来ますが、何か印象とかあったりしますか？なんだろう、まあ、正直なんか自分全然監督とか分かってなくて、岡田監督っていう人は、はい、分かっているんですけど、
まあ、そうですね、まあ、関わってみてどういうなんか監督なのかなっていうのは気になるところですね。阪神は関西もメディアもすごい熱くて、特に人気球団だと思うんですけれども、そういう球団に入れて、率直にどう感じますか？そうですね、やっぱり野球をやる上で、ファンの方々の声援だったり、応援っていうのは力になると思っているので、その中でも阪神の応援っていうのは熱いなっていうふうに思っているので、そこに負けじと自分も頑張っていきたいなと思ってます。最後に1年目から即戦力として求められると思うんですけれども、なんか目指したい数字とか、今示されてすぐには申し訳ないんですけど、あれば教えていただきたいです。そうですね、やっぱり新人として、最初の新人を、ここを一番の最初の目標としているので、やっぱりそこを目指して頑張っていきたいなと思ってます。すみません、ありがとうございました。座右の銘だとか、大切にしている言葉などがあれば教えてください。そうですね、あんまり言葉とか、そういうのは大切にしないというか、なんかあんまり考えない人なんですけど、自分はやっぱり高校時代からアグレッシブベースボールっていうことだけはプレーにもなんていうんだろう、常に意識してきた言葉でもあるので、やっぱりアグレッシブっていうのは常に意識してますね。大切にしてる言葉ですね。先ほど新人王というお話ありましたけども、こう将来的に狙ってみたい記録であるとかタイトルとかあれば教えてください。そうですね、やっぱりヤクルトの村上選手が達成したような三冠王、ここが自分のやっぱり打点でも打率でもホームランでも1位になるっていうのが一番の目標 でなおかつそこで球界を代表するようなバッターになって、侍ジャパン のユニフォームをまた着れたら自分的には最高な結果だと思っているので、そこの2つですね、はい、ありがとうございます。阪神タイガースには高校の後輩の遠藤選手や先輩の豊田選手いると思うんですけれども、そこについてどのようなふうに思われているか、先生教えていただけますでしょうか。そうですね、遠藤ジョーとは一緒にプレーしたチームメイトでもあるので、すごい阪神に行けるのをワクワクしてますし、で豊田さんも中学からの戸塚信也からの先輩でもあるので、すごい尊敬して、なんていうんだろう、優勝して4番バッターも打ってる選手なので、教わる部分はしっかり教わって、3人で相模を盛り上げられたらいいなっていうふうに思っているので、そこもしっかり会話して楽しんでやっていきたいですね。ありがとうございます。これからプロの世界に入るわけですが、何かプロの生活で楽しみにしていることなどはありますでしょうか？そうですね、やっぱり高校から、もう小学校からずっとプロ野球選手になるっていうのを夢でぶれずにやってきたので、素直に緊張とかよりは、楽しみというかワクワクな気持ちで行くので、やっぱりそこは素直に楽しみなんですけど、やっぱり勝負の世界でもあるので、同級生にはもちろん、やっぱり先輩や後輩にも全く譲る気はないというか、負ける気はないので、そこは勝負、チームメイトの中でも競争があると思うので、そこはしっかり勝負していきたいなと思ってます。